はい、酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、ハイボール、トリスハイボールの、ビターオレンジというやつです。限定ですね。アルコール度数 7%、オレンジ果汁が 0.2%。 うわぁ、こりゃあかんな。これ多分あんまり美味しくないと。俺の予想。オレンジ果汁 0.2% って多分、オレンジってそもそも薄いでしょ。レモンみたいに強い酸味とかもないし、香りも多分あんまないと。まあ、香りはそれなりにあるか。原材料がウイスキーとオレンジと糖類と酸味料と香料と炭酸ガス。これは甘味料使われてないと。OK。ですね。多分そんなにオレンジの味しないと思うな。0.2% だよ。ただでさえお前、チューハイでお前さ、オレンジのさ、チューハイあるけどさ、あれでも薄いじゃん。いかにこれ香料でごまかすかだよね。いかにこれ多分香料で、強めの香料使わないと多分。多分あれだわ。ダメなパターン。絶対。はい。黒縁伊達メガネです。俺目はね、結構悪いんですけど、これは銅入ってないんで、伊達メガネです。普段はメガネはかけないんですが、ただ車乗るときはかけないと、俺視力がね、両目で 0.2 かな。それじゃ乾杯。と悪いんで。あ、でも結構あれだな。あ、香料でごまかしてんな。かなりこれ、0.2% のくせにすっげえオレンジの味がする。味っていうか香りか。かなり香料使ってるな、これ。これは香料使ってるぞ。うん。あ、これは、結構、するね。多分ビターオレンジっていうことなんですけど、別に苦いっていうこともないですね。苦さはないな。別に普通に甘いもんな。まあね、車運転する人は分かると思うんですけど、確かね、視力 0.7 ないと、まあ両目でね、ないとダメなんです。俺の場合、片目 0.1、片目 0.1 で、両目で 0.2 ぐらいです。でね、完全にアウトという。ああ、でもさっき飲んだあれだな、トニック&ウォッカーうまかったな。ほろ苦い大人のトリスハイボールってか全然ほろ苦くないけど、ほろ苦くはないですけど、さっきの飲んだね、トニックのやつの方がまあ苦かったな。こちらが5月の26日発売みたいです。新発売ということで、初夏限定。オレンジの華やかな味が爽やかな香りとほんのりビターな味わいが楽しめる
ハイボール。ハイボールの特徴である甘すぎずすっきりとした味わいをベースにオレンジ由来の爽やかな香りとほんのりビターな味わいを加えました。だそうです。ただ、ハイボールっていうからにはウイスキーの味がしないとダメなんですけど、こっちは全然ウイスキーの味がね、これオレンジに負けすぎて多分、全然しないね。全然しない。これは、そもそもトリスハイボールって、あんまりウイスキーの味が全然しないっていう、俺の中で。普通のやつでもね、レモンとかね、レモンが入ってるから多分、あんまりしないんですけど、これはさらにしない気がするね。なんか、夏みかんの香りがもうまんまドカッと来てるからね。ドカッと来てるね。夏みかん。夏みかんなのかわかんないけど。まあ普通にオレンジか。オレンジ。オレンジ。だいたいトリスってあんま美味しくないんだよ。これウイスキーにしてもあんま美味しくねえんだよ。大体。サントリーでしょ？サントリーで、しかもトリスって言うと、まあ、ストレートに飲まないでしょ？これは。あくまでハイボール要因のやつでしょ？だから、どっちも角瓶もさ、結局さ、あれ、ハイボール要因じゃん。ストレートで飲むやついないでしょ。だからさ、あんまりこのトリスっていうのはさ、まあ、いわゆる完全に角瓶の劣化版みたいな感じかな。いや、角瓶より初心者向けっちゃ初心者向けではあるね。あんまり香りとかが、ウイスキーのあれが、香り強くないからね。だから、初心者向きではある。あんまり癖がないっていう意味で、いわゆるブラックニッカクリアみたいな、初心者向けの、まあ、かといって角瓶自体もストレートで飲める代物ではないんで、あれも、あくまで、あれもハイボールにしないとまずいんだよ。立ち位置がなんか微妙なんだよね、トリスウイスキーってね。トリスウイスキーってあんまり微妙なんだよな、こいつ。まあ、サントリーが好きな人向けのブラックニッカクリアみたいな感じである。まだブラックニッカクリアの方がストレートでもまあ飲めるし、トリスエクストラとかは多分、ストレートで飲んで美味しいんじゃないかな。こっちは変に癖があるから、なんか逆になんか、ストレートで飲みにくい。少なくとも初心者向けではない。っていうか、まあ、トリスの、これに比べると、あれかな。もう一段階初心者向けなのが、やっぱブラックニッカクリアになるのかな。とは思うんですけどね。
まあでもどちらにしてもまあ、あまりストレートでは飲むものでもないかなとは思いますけどね。いやーでもなんかあんま美味しくねえな、これ。すげえうまくねえな。どちらにしろサントリーはあんまりストレートで飲むウイスキーが響きぐらいじゃない？ストレートで飲んで美味しいって。ザキヤマもあんま美味しくねえしな。白州はもう論外でうまくねえし。角瓶も論外だしな。響きぐらいにならないと多分俺個人的にストレートで飲まないですね。響きは17年飲んだことありますけど、まあ、響きはストレートで美味しい。とは思いますけどね。響きは普通に美味しい。普通に美味しいっていうか、まあ、このレベルで美味しくなかったらもうどうしようもないんだけど。もうどうしようもないの、本当に。あ、でも響きってこれ、あれなんだ。無印版と、無印版中か、ラインナップで見ると。あ、ノンエイジと12年と17年と21年と30年があるんですね。俺が17年飲んだんで、3ランク、下の、2ランク下のやつがあったんだ。へぇ、響きって無印のやつあるんだね。へぇ、あるんだねっていうか、あれなんだ。2015年の3月10日にデビューしたみたいです。あー、なるほど。あー、知らなかった。あー、だよなーと思った。響きって12年からだったよなーと思ったんですよ。あー、やっぱり、つい最近、3ヶ月前ぐらいに出たっぽいですね。へー。響きのノンエイジ。年数のやつ、ないやつね。はあ。まあ、多分値段は結構、あ、4000円だって。アルコール度数43度。で、4000円だって。43度で4000円ってことは、これは、ザキヤマのノンエイジがいくらだ。ザキヤマさんの、ノンエイジザキヤマさんが、いくらかわか、4200円あ、ザキヤマの方高いし、ノンエイジ。え？ほぼ同じだけど、ザキヤマの方が上なんですかね。へぇ。嘘。え？ちょっとそれ逆じゃない？順序。あれ？え、サントリーって俺、山崎よか、あの、響きの方が上だと思ってた。ランク。嘘。響きの方ランク上なんじゃねえの？違うの？値段。山崎の方が高いじゃん。マジでか。嘘。嘘、マジかよ。ちょっとあれだわ。これ容量が少ないとかないよね。容量書いてないんだけど。量書いてないんだけどな。せめてちょっと容量書いといてくれや。マジでザキヤマさんそんなうまいっすか。山崎ってあれだろ。ただ単にあの山崎っていうその、あの、字体がかっこいいから評価されてるようなもんじゃねえの。俺の中でそんな感じなんだけど。
ロゴがいいから、なんか売れてるみたいな、こう知ったがのウイスキー通が、ウイスキー通かっこ笑いの人間があれなんじゃない、勝手にブランドのなんかあれで見た目でなんか感銘を受けて値段釣り上げてるだけじゃないの。そんな気しかしないんだけどな。うそー。ジャパニーズハーモニー響き、絶対響きの方高いと思ったんだけど、俺個人的にあのサントリーって最強のウイスキーとしたら響きなんだけどな。確かに山崎も有名ではあるんだけど、あれはあくまで海外で人気あるだけで、まあこっちでも人気はあるとは思うけど、うそー、ちょっとこれは納得できませんね。絶対響きの方美味しいと思うんだけどな。ちょっとググってみよう。ああ、でもやっぱりそんな感じなのかな。ああ、やっぱ 700ml だもんな。やっぱ値段ほぼ同じなんだけど、山崎より、じゃあ響き12年でちょっと見てみるか。度数も多分山崎と同じなのよ。43度だから。山崎のノンエイジも多分43度ですね。12年、山崎の12年が8500円。あ、やっぱり山崎の方が高い。12年が山崎8500円なのに対し、響きの12年が6000円です。なんか響きってあのグラスじゃないや。あの、うん、グラスがさ、グラス、瓶がさ、あのすごい豪華だから、なんかそっちの方が高いのかなと思ってたけど、違うんですね。はぁ。はい。まあでも、年数的には一番山崎の古いやつというか、長いやつが25年なのに対して、響きは30年までありますからね。まあ結果として、あれなのか、響きの17年が1万2000円なのに対し、山崎の18年が2万5000円。たけー、むちゃくちゃ違うやん。1年違うだけで2倍も違うのか。山崎ってこんなに高かったんだ。へえ、そうなんですね。じゃあ、響きの30年が、値段が12万5千円だって。たっか。30年が12万5千円。で、25年が、山崎の25年が12万5千円?あ、同じだ。30年と25年で5年違うのに、山崎の方と同じなんだ。山崎25年なのに、30年と同じって。やっぱ山崎の方が値段高いんだ。納得できねえな。ちょっと納得、これで、これ納得できねえな、これな。
5年も違うのに同じ値段って、山崎玉あれだぞ。おそらく、広告料とかで取られてんじゃない？あの、山崎の、あの、字体とか、フォント的な、フォントで金かかってるとか、あと CM 料とかでかかってんじゃない？広告料とか。でも、響きの方絶対美味しいと思うんだけど、俺も響きほら。ね、以前飲んだやつ。17年のミニチュアボトル50円。50ml のやつ。これで確か、1000円ぐらい。50ml で1000円ぐらいしたからね。これね。これ、響き美味しかったよ。ただ、もう買わなくていいな。これもういらないなっていう。17年。ウイスキーで一番、今まで俺飲んだ中で17年のこの、響きが多分一番高いウイスキーですね。おそらく。年数も、17年のやつはこの響きしか飲んだことない。でも、値段相応とは思えないですね。この響き17年もね。ブラックニッカ17年とかあったら絶対そっちの方が美味しいと思う。絶対。全然、なんか17年、これで17年なんだ。っていうレベル。はっきり言ってあのマッカランとかの方がまだ美味しい。マッカラン12年とか。あとなんだ。ボーマーとかの方が、まあボーマーちょっとあれだから味があれだからさ、特徴的だから、まあちょっと部類が違うかなっていう感じはするけど、まあでも、そうだよね。まあマッカランの方が美味しいな。マッカラン12年の方が、響き17年の方が美味しいと、俺はもう、ね、まあ、ジャパニーズ、響きがジャパニーズで、マッカランが、これスコッチだよね。スコッチだよね。あの、一応ここにもあるんですけどね。マッカラン12年。これスコッチだよね。あ、スコッチ。まあでも、響きも結構スコッチっぽいよね。てか、サントリーって基本的にスコッチっぽいんだよ、あれ。味が。サントリーはね、ジャパニーズっていうよりはスコッチ。ほとんどスコッチ。っていう感じの味は、ありますね。味っていうより香りなんだよな、サントリーはな。香りに特化してる感じなんだよね。ニッカウイスキーは味に特化してる感じがするんだよ。ニッカは味が重厚なんです。結構味が重い。で、サントリーは味が軽いんだけど香りが強いんだよ。で、どっちが好みかっていうと、やっぱり、ニッカウイスキーの方が、味が重いんで、なんか、
なんかこう、ずしっとくるっていうか、ズゴ、ズゴ、ズゴみたいな。まあ、わからん。俺もよくわからんけど。まあでも、マッカランは本当美味しかったね。スコッチで、マッカランはうまかった。スコッチの中だったら多分一番うまいわ。マッカラン。マッカラン12年。時点でグレンリベットとか、グレンリベットとかかな、スコッチだとね。うん。違う、ボーマー、あ、ボーマーあれか。スコッチじゃないか。あれはアイラモルト。アイラモルトだもんね。スコッチっていう枠組みで考えるとやっぱり、マッカランは非常に美味しい。スコッチにしてはすごい重いもんね。味がね。12年でこの重みだよって思って、あ、さすが高いだけあるなって、うん、思いましたね。あ、高いだけあるわって。マッカラン12年で、あれ？響きよか高いんじゃないの？もしかしてマッカランって。いや、そんなわけないか。そんなわけないか。響き17年よか、さすがに高くないか。マッカラン。マッカラン12年は、6000円ぐらいだもんね。6000円ぐらいだね。まあ、どっちもサントリーから出てるやつではある。マッカラン12年が、6000円ぐらいです。うん。で、6000円で響きが、響き17年。まあ、さすがに響き17年っていうぐらいだから。さすがにあれだろ。17年だもんだって。17年1万円はするね。1万以上するわ。1万。1万、楽天だと1万2800円。これ正規品だからか。価格 .com だと1万1000円ぐらいだね。最安値。これだったら俺、1万1000円で2倍ぐらいするんじゃん、マッカランの。バカじゃねえの。何それ。多分、味、同等か、それ以上ですよ。マッカランの方が。多分。味も、うん。味っていうか、あれだからさ、スコッチとジャパニーズだから、ちょっと違いはあるかもしれないけど、実際結構、まあ、どうなんすかね。いや、でも、少なくともマッカランの方が重いとは思うね。まあ、重いからあれなんかもしれないけど。絶対マッカラン12年の方がはるかに美味しいと思うよ。普通に考えて。絶対うまいと思う。響き17年とか。17年のくせにあの味だから。あの味って言っちゃ悪いか、あれか。いや、悪い。でも悪いかっつってもマッカラン12年だもんな。マッカラン12年であの味だもんな。ね。ウイスキー初心者にマッカランを勧める3つの理由という、なんかどっかのブログのやつかな。ブログのやつかなっていうか。ブログの、に載ってます。こちらちょっと読んでいきます。先日、初心者だからわかる、おすすめする初めてのウイスキーで、山崎とフェイマスグライ、
グラウスを紹介しました。これは俺初心者だからって、フェイマスグラウスと山崎、特に山崎はちょっとおすすめしないですね。なぜかっていうと、高いから。無駄に高いから。無駄に高いから、味に比べてむちゃくちゃ値段が高いから。あんな山崎なんだ、あれ。あれ、フルボトル、あれ、さっき言ったように6000円ぐらいだっけ。あんな3000円でも、あれ、クソだよ。2000円レベル。2000円レベルの味で、なのに6000円で売ってるっていう感じですね。予想以上の反響の多さにかなりびっくりして、これからも続けないとさ、せっかく来てくださった皆さんに申し訳ないと思い、次におすすめしたいウイスキーを紹介したいと思います。ってことは、この人は多分結局、山崎とフェイマスグラウスが一番初心者向けっていうことで紹介したんです。まあ、フェイマスグラウスはまあわからんでも、あれは値段としてもまあ、安いし、うん、普通に美味しいは美味しいとは思うんで。避けて通れないマッカランだから、初心者におすすめ。数多くのウイスキーがありますが、絶対外していけないと思ったのがマッカランです。マッカランは18世紀から製造を始め、ああ、まあ、おらーっとなんか、あれがあって、今はシングルモルトのロールスロイスとまで称えられているシングルモルトの最高峰のお酒です。結局、マッカランと響きとか、響きってこれシングルモルトじゃないよね、大体。まあ、グレーンが入ってるからシングルモルトじゃないんだ。山崎は一応シングルモルトである。だよね。今後あなたがウイスキーにハマっていけばマッカランの名前は必ず耳にするでしょう。どうせ後々飲むなら、最初に飲んでしまおうというのが一つの目的です。あ、一つ目の理由です。他のあまり良くないウイスキーで何度も失敗するならば、マッカランを飲んでおくことでウイスキーをよりこの好きになっていた、もらいたいです。これにはちょっと同意しかねるね。俺はね、基本的に、まず、安いウイスキーから飲んでって、で、その、最初に安いウイスキーで当たりを引けば、さらに値段が高いと絶対美味しいんだから、さらにこう、まず最初に、ね、一番こうさ、最初に、まず、安いウイスキーで、ね。まず、おっと思わせるんです。まず最初に。最初に、まず、おっと来て、まずここで掴むんです。ある程度。まず第一段階の掴みは OK。の、安いやつで、なるべく安いやつで、おっと思わせる。で、さらに、じゃあ手出し、始めて、また値段ちょっとずつ高くなっていくわけです。で、それに応じてやっぱり、うまさの度合いもこう、絶対こう、舌がね、絶対わかるんで、最初にウイスキーがうまいって思ったら、絶対値段高いやつの方が美味しいのである方ね。こう、お、全然違うじゃんみたいな。最初に驚いたのに、まだこんなに上があんのみたいな。だから最初にね、ある程度マッカランみたいなうまいやつをボカッと飲んじゃうと、もうそれ以下がゴミになるんですよ、一気に。もうそれ以下の値段のやつがね、例えばマッカラン12年で行くと、もう、
あ、何千三、四千円以下のやつがゴミになるわけですよ。あれ、六千円だっけ六千円か。六千円以下。マッカランが、六千円だから、六千円以下のウイスキーがゴミになるわけですよ。ゴミっていうよりは、もう標準が六千円になっちゃうんです。自分の舌の、自分のこのベロの部分の、あれが、なんていうか、ボーダーラインが六千円になっちゃうんです。そうすると、やっぱりその6000円以下でも全然美味しいやつは腐るほどあるんですよ。それなのに、そこにボーダーライン引くって。最初にうまいと思ったのがまずボーダーラインになるわけですよ。結局。人間の舌ってのは。だから俺はこれはちょっと、同意しかねるね。他のあまり良くないウイスキーで何度も失敗するならばってあるけど、他のあまり良くないウイスキーを飲まなければいいだけの話。まあ。飲み方はストレートロック、水割りで全て OK。そして、高すぎない価格。マッカナは一本あたり3000から4000、3000から4000程度で購入できる。そんな安かったっけ？あれ ?4000 と思うと高いと思ってしまうかもしれません。しかし、シングルで飲む場合、一杯あたり 30ml 程度ですので、一杯約170円です。水割りだとしても、缶ビール一本分より安い計算になります。しかもウイスキーはガブガブ飲むのではなくじっくり味わう飲み物ですので、そういった点でもビールよりも味わえるわけです。そう考えると実はウイスキーは高くないのです。まあ。でもさ、4000円って結構するよ？高いと思ってしまうかもしれませんとか、そういうものじゃなくて、1本これで 700ml でさ、4000円って高えよ。普通。みんなバカバカ買ってらんねえよ。はっきり言って。まあ、バカバカは買わないと思うけど。バカバカ買うの俺ぐらいです。俺ぐらいだからね。バカすか買ってるの俺ぐらいだから。で、マッカランを勧める3つの理由。有名だから先に飲んでおくべき。ストレートロック、水割りすべて美味しい。高すぎない。まあ、ストレートロック、水割りですべて美味しいっていうのはまあわからんでもない。ただ二つのこの、有名だから先に飲んでおくべきっていうのと、高すぎないっていうのはちょっとおかしい。で、しかも4000円で買えるっていうけど、シングルモルトウイスキーのマッカラン12年。マッカラン12年4000円で買えるっていうのは、これあれなのか。マッカランにもいろいろ12年にも種類があるんですね。ザ・マッカランのファインオークっていうのが安い。なんだファインオークとか飲んだことない。まあ、安いってことはあんまり美味しくないということですので、まあ普通のだってマッカラン6000円ぐらいするもんね。普通のマッカラン。いわゆる劣化版のマッカランみたいなもんでしょ。ファインオークって。4000円のやつ。マッカラン。マッカラン12年。あ、でも、アマゾンで4700円で売ってる。4800円ぐらいで売ってるわ。あら。あれじゃない？ああ、じゃあマッカランって、4000円ぐらいで買えるんだ。
ファインオークってのはなんだかわかんないけど。ああ。あ、ファインオークあった。ファインオークが。あ、でもあんま変わんねえな。あ、でも5000円ぐらいで買えるんだな。マッカランって。俺あんまり4000円以上のやつあんま手出さないんで、わかんなかったっす。あ、でも4000円ぐらいで買えるんだ。はあ、なるほどね。まあでも、初心者に言う4000は高いでしょ。さすがに。さすがに多分、初心者に4000は、1本4000だもんね。普通1本1000円ぐらいです。初心者は。待てよ。まあ、まあいいか。まあでも、1本4000円ぐらいだよね。俺がちょっと買いすぎなのかもしんないけど、俺いろいろ買いすぎたからな。確かによく考えてみれば。いいやつ、だって俺腐るほど買ってるからな、ウイスキー。あ、でもそう考えると、1本2000円ぐらいのやつ、4000円はちょっと高いかな。1本2000円ぐらいのやつから始めた方がいいと思います、初心者は。1000円はちょっとあれだわ。1000円で、あんまり、あれするときついわ。てか、俺これまだ飲んで、封開けてねえじゃん。あれ？俺封開けたやつなかったっけ？ないか。あ、ないな。はい。ということで、俺の大好きな、日華ウイスキーのね、ピュアモルト。これ2000円です。確か2000円。違う、1600円か。これ 500ml だから1600円。だったかな。1600円か。1600円ですね。まあ、だいたい2000円ぐらいのウイスキーから始めた方が俺はいいと思います。結構2000円ぐらいだったら、美味しいのもあるんで。1000円だと結構外れがあるんで、やっぱり、うん。その分、こういろいろ試すことによって金が無駄にかかってしまう可能性があるんで、ね。俺ちょっとこれで、ちょっと、久々に飲むか、ウイスキー。久々にこの、日華ウイスキーちゃん。いただきますか。ちょっとあんまりね、ちょっと垂れてしまったけど。あ、これ、カメラさん。うん、うまい。ボーマーのね、まあちょっと垂れちゃったけど、ボーマーの劣化版ですよ、いわゆる。ボーマーがだいたい4000円か5000円ぐらい、マッカランと同じか、マッカランがちょっと安いくらい、なんで4000円ぐらいか。ボーマが4000円ぐらいで買えるんで、フルボトル。これは、500ml で1600円だから、まあ、フルボトルで換算すると2000、2400円、300円ぐらいか。2300円ぐらいですね。でも初心者がこのボーモアの
風味の味、ボーマー風の味を楽しむには、これが多分一番。梅。ああ、梅。なんでうまいんだろう、これ。なんでこんなうまいのを1600円で売ってんの？しかもシングルモルトだよ、これ。原材料モルトだけだよ。シングルモルトが1600円で売ってていいの？いや、フルボトル2300円で売ってていいの？やーべえ、これ。ああ、うまい。うますぎる。シングルモルトっていうか、ピュアモルトなんですけど。まあ何が違うかわかりませんけど、ピュアモルト。ピュアモルトシリーズ美味しい。ブラックとホワイトが美味しい。レッドはあんまり美味しくない。まあ申し訳ないですけど、ぐだぐだとね、長々と喋ってますが、まあ、ここまで見てる人間は多分いないと思うんで、ここだけの話をしますか。まあ、うん。まあでももうここまで来たらもうあれか。ウイスキーの話でいくと、多分俺が初心者で、いや、初心者、まあ初心者、初心者に勧めるウイスキーってなると、まず、角瓶はやめなさい。三ヶ条いきます。ウイスキー初心者に語る三ヶ条。一、どこでも売ってる角瓶。サントリーの角瓶はやめなさい。これはなぜならば、まずいからです。ものすごくまずいからです。基本的にウイスキーっていうのは、ストレートで飲んで、味をまあ、初心者って言っても、まあ、ね。まあ、普通酒ってまず最初、ストレートとかで飲むでしょ。でね、あれでくっそまずい、角瓶をいきなり飲むとですね、ストレートではものすごくまずい酒なんです、あれ。ウイスキーなんです、あれは。なんで、角瓶、サントリーの角瓶をいきなりストレートで買って飲むというか、あれを飲むと、もういきなり、ウイスキーイコールまずい、となってしまいます。で、それ以降もうウイスキーをやめよう、っていう考えになるのが、オチです。それはもう、実体験済みです。俺はこれでね、最初角瓶を飲んで、ウイスキーというのはゲロの味がするということで、まあ5年ぐらいね、ウイスキー飲まないことに、5年ぐらいというかね、しなかった、飲まなかった人間です。そして第2条。第2条。まずは、ウイスキーを飲んだ人間、飲んだことのない人間は、まず、最初に飲むべき、ウイスキーはブラックニッカクリア一択。これはあくまでも飲みやすいウイスキー、癖のないウイスキーというのをどういうものかというものを差し測る物差しのようなものです。その意味でブラックニッカクリアというのは非常に初心者には向いてまして、あれほど飲みやすく、まあ、癖のない味わいのウイスキーはそうそうありません。もしあれを常温のストレートで飲んで、まずいな、と思ったら、
冷凍庫で24時間。瓶のまま、冷凍庫に入れといてください。そうすると若干の甘みが、で、甘みというか、それで、冷え冷えの状態の冷凍庫ですよ。で、凍りませんのでね。安心してください。アルコールは、氷点が高いの、氷点が低いので、凍りません。ので、足からず。ということで、まあ、まあ、そういうことです。絶対に凍らないんで、24時間放置して、まあ、できればロックで、氷を浮かべて、それを、冷え冷えの状態のまま、ブワーって注いで、ブワーっと注いで、こう飲んでみてください。そうすると、普通にストレートで飲んだ、常温で飲んだ時より、はるかに甘みが、まして飲みやすくなります。で、三箇条。三つ目。まあ、そうだな。1000円のウイスキーは飲まない。1000円ぐらいのウイスキーは飲まない。これは非常に、ハズレが多い。当たりとハズレのあれが、まあ、1000円でもうまいっていう、1000円でもまずいっていう、この、1000円でもうまい、1000円でもまずいって感じるぐらいに、わかる人間にならないと、そもそもがして1000円、これ1000円にしてはうまいな、とか、1000円にしてはまずいな、ってこの評価が、わかんないわけですよ、結局。初心者だ。まずブラックニッカクリア飲んで、あ、この値段でこの味なんだっていうのをだいたい、まず分かる必要がある。ブラックニッカクリアだと確か 700ml 600円ぐらいですんで、それの値段で、まあこれがまあ大体の味っていうか600円でこの味だなっていうのを考えてみても、考えてみて、まあ、1000円ぐらいのウイスキーっていうのは腐るほどあるんで、本当に一番多分種類が多い価格帯なんです。ウイスキーの中で。一番。なんで、それだけ結構数が多いとやっぱり外れも多いんで、難しい。選別が難しい。自分に合う1000円のウイスキーっていうのを選ぶのが非常に難しい。予備知識もなければ絶対、予備知識もなければ絶対にわからない。ので、あんま基本買わないことです。もう大体2000円、フルボトルに 700ml で2000円のウイスキー、2000円以上のウイスキーを買えば、大体2000円ぐらいのウイスキーですね。うん。いきなりドカッと高いの買ってもあれなんで。比較のあれが面白くない。いきなり1万円のウイスキー買っちゃうと、もうそれ以下のウイスキーがもう、この程度かみたいな感じになっちゃうんで。まあ、個人的にこれが一番おすすめです。うん。ただあんまり売ってないでしょうけど、ね。まあ、売ってない場合はあれで買ってください。通販で買ってください。うん、通販で買ってください。うん。まあ、そんなとこですかね。うん。まあ、基本的にね、1000円程度のウイスキーだと、やっぱり、ある程度いろいろ飲んで場数を踏まないと分かんないのがありますんで。俺なんて、まあ、場数踏んでもね、1000円ぐらいのウイスキーだと本当に、まあ、本当に、まずいわ。ほぼ飲まずに、放置とかあるんで。そ
そうなると本当にね、もう100本ぐらいのウイスキーが、そこに並んでますからね。本当に困ってしょうがないんです。どうしようかなっていう。これちょっとあれだな。かなり長くなったんで、ちょっと、あれか。ニコニコでもあげるか。ついでに。なんか、酔った勢いであげちゃった。テケペロみたいな。まあ、とりあえずね。あ。あ。ごめん。参加条目、ちょっと、変えていい？俺、参加条目なんて言ったっけ？あ、2000のウイスキー変えてた。あれ、訂正。訂正。日課ウイスキーを買え。第三箇条。日課ウイスキーを買え。これでほぼ間違いねえわ。日課のブランドのウイスキー、日課ウイスキーっていうブランドがあるんです。株式会社日課ウイスキーっていう。確か、そんな感じの。株式会社か知らねえけど。まあ、多分株式会社だろう。日課ウイスキーっていうのかな。サントリーは絶対買わない。コスパが高いのは日課ウイスキーです。これは間違いない。これはマジで、本当に。海外のやつはどうでもいいです。ジャパニーズウイスキーで考えると、絶対日課ウイスキー買った方がいいです。あくまであなたがジャパニーズ人なら、日課ウイスキーを買った方がいい。もし、スコットランド人だったら、別にサントリー買ってもいいです。あれはどちらかというとスコットランド向けですね。スコットランド人向け。だから、なんであれ日本の企業なんだろうなって思うんだけど、あれスコットランド向けですね、あれ。うん。あれはね、完全にイギリス人向けに作られてる。ジャパニーズ向けじゃない。うん。ので、まあそんなとこかな。基本的に、日課ウイスキーは非常に当たりが多いんで、多分8割方当たりだと思った方がいいです。うん。ごく稀に、いや、9割方当たりだと思って。稀にね、その1割に、俺が当たったのが、最近発売された、ハイニッカのあれか。ハイニッカの復刻版はまずかったな。あれは、珍しく、ニッカウイスキーにしてはまずかった。うん。もう、はっきりまずいって俺は言いますけど。日課中ではない。日課中っていうか、まあ、日課寄りではあるんですけど、少なくともまあ、日課の、なんだ、囲いではないっていう、まあ、囲いではないこともないけど、まあ、まずいやつはもう、まずいって、はっきり俺の動画では、絶対言うようにはしてますんで。基本的に動画の、ね、評価では、嘘をつかないって。いわゆるなんかほら、サントリーの囲いだとかほら、日課の囲いとか、日課ウイスキーは全部褒める。サントリーは全部、けなすみたいな。俺それしません。しませんっていうか、しないように心がけて。これですね。これも、ものすごくまずかったです。まあ、けなす、日課中ではないことをね、証明するために、これはものすごくまずかったです。これ絶対買わん方がいいです。皆さん。
ハイハイニッカクソまずいです。これ確か1200円ぐらいするんですけど、これ値段いくらだっけ？これ限定のなんか、やつなんですけど、復刻版ね、初号ハイニッカ復刻版っていうやつね、完璧にね、普通のハイニッカのね、あの劣化版っていうか、ハイニッカの半分ぐらいのね、あの値段で、ハイニッカってそもそも安いんですよ、これ。このハイニッカって。ハイニッカはこれ、フルボトル800円ぐらいで買える、900円ぐらいか。で買えるんですけど、これ1200円で売ってるんですよ。このね、こいつね。このクソまずいやつ。その証拠にほぼ飲んでないんですよ。ほら。あの、最初に飲んだ時しか一切あげてないんですけど。これがものすごくまずい。何を考えてもこれ作ったんだろう。もうハイニッカのね、あの、けなすなと。ハイニッカはものすごく美味しいんです、これ。900円のものとウイスキーとは思えないほどうまいんですけど。ハイハイニッカはものすごくまずい。このハイニッカを900円で買えるんですが、これあの450円の味です、こんな。ゴミ。こんなあの、ウイスキー、売ったらあれだよ。ニッカウイスキーのファン減るよ。こんなまずいの。っていう風にね。これが事実です。ので、まあ僕は、まあ、こういう風にがっつりとね。むしろニッカウイスキーが好きだからこそ、こういう風にがっつり言わせていただきます。これまずい。あとせえよ。ニッカウイスキーの。誰か知らんけど。うん。まあ、ということでございますが。忘れてた。これ今、これのあの、評価の動画でした、ね。トイズハイボールのビターオレンジ、これまずい。まずいってこともないけど、まあ、っていう感じですね。まあ、特に。まあ、普通ですね。普通でございます。おっと入らない。3443です。ご視聴ありがとうございました。